ジザフは、ウズベキスタンのジザフ州にある都市で、同州の州都である。サマルカンドの北東に位置する。人口は138,400人。ジザクとも表記される。ゴロドナやステップの変縁にあたり、シルクロードはここから、トゥルケスタン山地のジラヌキ峠を越え、ザラフシャン渓谷に入る。そこから、サマルカンドやブハラに至る。地名は、ソグドホで、小さな鳥の意味。 かつては、ソグド人の町で、オシュルーシャナと呼ばれた。後に、アラブ人に征服され、土着の遊牧民と入植者との交易地になった。アラブ人は、複数の砦を築き、町の防衛のためガジを駐屯させた。砦は、ブハラ・アミール国支配下の19世紀により強固な、ものとなった。タシケントの死士と、あだなされたロシア帝国のミハイル・チェルニャイフ将軍は、 自作の攻略を試みたが、一回目は失敗、二回目に兵士六人の犠牲を出して、ようやく成功した。この時、市民の死者は六千人に達した。旧市街は、ほとんどが焦土と化し、住民が強制移住させられる代わりに、ロシア人が入植した。1916年には、ロシア支配に対する反乱が起こったが、直ちに地圧された。その翌年、後に、 ウズベキスタン共産党第一初期となるシャラフ・ラシドフが生まれた。今日の市外にラシドフが生まれるより、以前のものはほとんど見られない。大学が2校あり、7000人が学んでいる。国内最上位、サッカーリーグのウズベクリーグに所属する PFC、ソグディアナ・ジザフが本拠地としている。ありがとうございます。